本日は1000人を超えそうな状況でありますかなり感染が広がっているというのが三重県残念ながら状況であります三重県の一見知事は午前10時半からの会見で今日の感染者数が過去最多の1000人を超える見込みであることを明らかにしました昨日は717人で過去最多を更新したばかりですがさらに増える見通しです 感染経路については家庭内感染が大きな割合を占めているということで、一日時は家庭内での感染対策の徹底を呼びかけています。また、今月13日が期限のまん延防止等重点措置については延長を検討する可能性もあるとしています。